いやいや。俺の中でやってんのかいじゃないよ、これ。全部出しましょう、本当に。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、来た来た来た。よいしょ。携帯三重視。うん。来ましたね。三重視が今日。何ですか今日。何やってまいりました。何これ。覚えてらっしゃるかわかんないんですけど、インスタの1ヶ月毎日投稿が終わった時の動画で、うんうん、まあ、要は柴さんのインスタをどうしていこうか。ああ、なるほどね。なんでこれやが考えるの。次はね。もうね、俺のインスタじゃねえじゃねえか。みんなのインスタだから。俺のインスタだよ。でももういやいや、あれ上げてるじゃん。だってちょこちょこもらってる。まあ柴田さんもでもほらそういうアイディアは欲しいでしょ。そんなの SNS 得意なわけじゃないから。得意じゃないけど。で、まあこの間の動画でこんなインスタは嫌だを募集しましょう、うん。あ、そうね。ああ、やったね。で、ちょっとそれをまとめました。あ、いいね。こんなインスタは嫌だでしょ。嫌だのヒントもらってどうすんだよって。嫌だね。その逆に、あ、嫌だってことはこっちがいいのかなとかさ。はい。アンタッチブル大好きなんで2人のツーショットみたいです、うん、もうどんなインスタでもアンタッチブル2人活躍。いや、こんなインスタは嫌だっつってんのに、うん、もう順目で見たいっていうアイディアの方もたくさん。ああ、そういうことね、はい、ああ、そういうことね、はい、この間だってあげてよ。でもツーショットあの奈緒ちゃんに撮ってもらって、そうそう、ツーショットとスリーショットあげてよ、はい、毎日食事、食事時のに食事時に更新するが、食事視点の柴田顔面画像が投稿されている。あ、柴さんの顔しかない。あ、こういうことですかね。ああ、そうね、こういうね、ここはい、うん、食もその食事は何にもアップされてないってことね、うん、やだね。柴田さんに札束を舞い上げたり札束の浴槽に入ったりするインスタ。いいじゃん。いいわけね。あ、でも基本的にインスタでコメントしないけど、トグロスタグラムはせっせとコメントしてました。そういう人もいるんだね。いや、トグロは、うん、あの、トグロか柴田かがあったからね、予想があったから、なっちゃうかな、うん、みたいです。でもやっぱみんなちゃんとシンプルに見たかったらくれてんじゃん、柴田さんのインスタ、うん、髪がさ、なくなっちゃったの、一個。え、作れるでしょ、だってそれ片方しかなくなっちゃったのよ。まだここに入れてる俺ね。いや、でもやっぱちょっと頻度がやっぱ、そうなんですよ。トグロやる、もうすぐ怠けちゃうからね、トグロやらせないと。頻度がもう一気に下がっちゃって。いやいや、みんなさ、そんなに毎日毎日やってないでしょ、だってみんな。いや、みんながじゃない、柴さんってそういう人だっけ。長やればやるとかじゃないんでしょ。それっぽいことばっかりでもね。柴さんってそんなにさ、みんなにこう、なんかみんなの流れに合わせて生きてきた。違うよね。でしょ。いや、合わせたいんだよ、だから、うん、だからそれからちょっと合わせてみて。合わない、みんなに補聴。合わないから、どうせ合わないから。合わそうと思っても合うんだよ、ね、合うよ、合わせられるからね。ちょっとやっぱ頻度が減ってきて。いや、それやっぱし、まあ、本当にだから今日だって俺パンとか持ってくんだから、こうパンとか取ってさ、うん、これ食べたって。いや、だってお好きなパンのなんか持ってくやつどれ。卵サンド。俺のパン見せてどうすんの。いやいや、これ食べたよって、これパンの写真撮れ、いいよ、言って。恥ずかしいって、結構パン食べるからね。こうしてパン、こうしてこうして撮ってた。ポコチップ。ダメだよ。左キャンがでかいって思われちゃうだろうよ。このセットのことありますし、このセットのことあるんだからしょうがない。いいじゃん、やろうとしたんでしょ。どうせこれで写真撮ろうとしたじゃん。違うの、わけそれじゃないとこんなの選ばないよ。だってこんな綺麗に左キャンでかく出てる。恥ずかしい。いや、やだ。どうせハッシュタグで左キャンでかいな。左キャン、左キャン。
ひなキャンビッグで。ハッシュタグ、ひなキャンビッグ。バカじゃないの？これだけじゃないもんだろ、クロワッサンも食べるから。クロワッサンがあるから。いや、だってそれ出さなかったじゃん、クロワッサンは。前で出さなかった。お前が出さなかったもん。クロワッサンもあんのよ。んなしょうがないだろ、お前。マジで、恥ずかしい。いやそういうのもじゃあこんな食べてて、あ、こんどこのあれなのかなって言うと、ハッシュタグどこどこのパンとかほら、これ青山スタッフさんがなんかいつも買ってきてくれてるじゃん、美味しいパンを。だからそうそう、だからそれでこう食べました、ハッシュタグっつって、あ、美味しそうだなパンだなとかで、みんなで私も買ってみようかなとかなるんですか。俺いや、そうそうそう、わかんないのよこのインスタが。いやだから今日から開けてみてじゃあ、全部食べ物あやつ並べて。ああやって並べられるもしか食べないです。無理だって。マジ無理。そんな長いのないでしょ、だって長い週でそんなにないから。偏るよ。一瞬で偏っちゃう。ものが出てくる長いやつ。いや、何かしら目玉焼き2つとみたいな感じでうまいことうまいことやったなみたいな、みんな思うわけだから。ただうまいな、左の目玉焼きでかくして、なんで片キャンでかくして、そんなじゃねえから、左キャンでかくねえから、両キャン普通だから、両キャン普通。それちゃんとそういうのもアップしてってちょっと、ね、並べる並べ方は柴田さんの自由でいいから、ちゃんと食べたもの、まあ、そうですね。どこのパン屋さんだっけこれ今日は。青山にあるパン屋さんなんていうの。いやだからそれはちょっとほら、いやこれだけ、これはね、スタッフさん曰くね、世界一美味しい、世界一美味しいクラブめちゃめちゃ美味しいって、これすごい綺麗な、かわいい、軽くてすごいの。いやでもそれ写真まず袋の中に入れて写真撮って、いや袋と袋、えいやだからこれをまだ中身はまだ出さないでいいから、これだけ写真撮ってさ、それだけ。いやまずはだってな、1枚しか載せないわけじゃないじゃん、こうやって横にしたら2枚載ってるみたいな感じじゃん。太って、うん、いや斜めになってるよ。いや、どのタイミングで撮りゃいいんだよ。どのタイミングで撮りゃいいんだよ。ここ押すけ、ここ押すから。そこ押すから。お前が取れよ。上に置いてもらう。もう早く大阪行きたいんだって。いや縦じゃない、クロワッサンはこう横のが綺麗だから、ね、下から俺こう思うぞ。自撮り棒みたいな。ちぎちぎにちゃんと押してくれるんだね。くだらねえ。なんでこれずれてんの、押した時ずれてんのこれ。じゃあなんでこれずれてんの、押した時にちょっとこっち押しちゃうから、こっち押しちゃうから、左手の剣のとこ押しちゃってるから、グリッてなっちゃってる。もういいんだ、自分で取るからいいよ。じゃあもう一回自分で取るから、袋のとこ取って、袋のとこ、袋ずれてるから中に入れて。これ何これ、何これだよ。このパン屋さんがやることだよ、これ。俺がやることじゃなくて。パン屋さんのおいしいでしょ、おいしかったとか分かって、その後感想載せるやん。いや、これもうこうしてちゃんと。何が違うんだよ、それ。分かんないよ、違いがよ。できるなんかあった方がいいよね、なんかね。斜めになるの、このぐらいになるような感じがなんかない？ああ、いい。これでいいよ。そう。で一応保険で、ね、これ横からも取ってる。こうなってます。これはいいよ。何の保険なんだよ。何が保険なのこっち。今だけですか。何が保険なんだよ。保険の意味が分かんない。こうなってますよっていう一応さ。一応アリバイというか。これ見たい人いないでしょ。いやまあまあ一応見たい人がいた場合。
これもこれ。で、そっちは取っ俺も取っといてよ。どういうこと？俺もこっちを取り。いやでも中取ってないからまだ。え？中取ってないから。中取っといて。ずれてなかった？もう剣を押しちゃったから。どうすいいの？何が違うのよ。上が広い。上が広い。うん。お前のタイミングで押してんだよ、これ。これは初めっからさ、なんでそんなにうまいんだよ。ちょっと、ここ、それの上、ちょっと、そこら辺にシャツとか全部溶けてもらっていいですか。はい、ちょっと。後ろのカバンもちょっとごめんなさい。溶かしてもらって。大掛かりにやっちゃった。店じゃねえんだよ。その黒いカビ全部溶かしてくるんだよ。何が OK や。ごめんね。そのウーロン茶、お茶ちょっと溶かしてくる。いいって。OK、OK、OK。Thank you。いい写真撮れてるのそれで。うん。こう撮んねんなって、こっちをしてなくなってるみたいな。あ、いいんだ。これいいんじゃない。他のやつ消しといてくれよ、わかんない。他のやつ消してくれ。俺見た。あ、いいじゃん、美味しそうじゃん。このフォルム。もうちょい押さえて上から。角度。あ、このぐらいでもいいかもしれない。面白くない？本当だよ、これ。見て。これにもメガネ引いとこよ、じゃあ。いないいない。それもメガネやってんのかいじゃないよ、これ。いやいや、それいらないから。全部溶かしてもらったけど、こんぐらいかけ。何これ。これ最後これ。一番最後ね。ここからこれ取ったぐらい。ね、食べるんだぜ、これ。ね、そんなに触られてるよ。マジで、これ。できるんだからよ。できるんだから、大丈夫。すごい。これ、なんだっつってあげんの、これ。これ食べた。今日。その前に店の情報もちゃんと入れていくよ。初めてクロワッサン食べたって。初めてじゃん。言わなきゃ分かんないけど。食べた映像残ってるじゃん。テレビで食べてんじゃん。こんな美味しいクロワッサン初めて食べた。いや、初めてクロワッサン食べた。嘘じゃん。かっこ嘘。かっこ嘘でいいじゃん。なんでよ。なんでかっこ嘘つってんの。絶対怒られる。いいじゃん、カッコ嘘なんだ。嘘だけど、カッコ嘘なんていうやつ、インスタに、世界に配信されるんだろ、これって。わかんないけど、嘘ついてんじゃん。カッコ嘘。何のカッコなんだ。嘘だけど、ね、食べたもの。食べたものをちょっとあげてそうだね、まぶしてね、他のやつもあげるから。もちろんだから全部初めてでいいから。初めてこのやつ食べたカップル。同じの食べてる時どうすんだ、次の時同じの。嘘だよ。いや、向き何やつ乗せてない。向き何なんてなるじゃん、カップル嘘だよ。乗せなくていいじゃん、嘘だね。もう帰るよ。大阪行くんだから。インドね。インドあげるから。ドバイがあったからもうドバイ行くやん。あ、そうだね。そうですね。ドバイのやつがあるのね。いっぱいあるよ。ドバイのね、やつがいっぱい取ったから。全然あげていただいて大丈夫。ドバイ実は行ってない。かっこ嘘。いや、ドバイがいい写真載せたい。ドバイのいい写真。だからじゃあ発信だけよ。実は行ってない。だからかっこ嘘言ってるから。いいや。かっこ嘘。帰るよ、お前。頼むね。新幹線。はい。お疲れ様でした。